口角から鉛筆、リップペンシルの鉛筆の芯の太さ分ぐらいを外側にアウトカーブに持っていくと、柔らかいモンローのような唇に仕上がります。下唇もアウトカーブにもう少しふっくらと、本来の唇のラインより少しはみ出して描きます。